こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2023年の3月28日を3時間ほど過ぎてますが、見ていきたいと思います。現在のエイダコインの値段は 46.67 円ということで、少しね、盛り返したので、少し元気が出てきたんですけど、これ1時間足ですが、今日1日上がり続けた感じですかね。じわじわと、ちょっと1回ギザギザしてますけど、昨日落ちる前には、戻って、そこをちょっと超えたという感じですかね。なので、ここが、反転の兆しになっていればいいかなと思いますね。ここ少し、上を切り上げた感じがしますよね。なので、ここもカーブが少し、盛り上げてきているので、ここでね、もう一回、ね、この50円戻してほしい。このあたりって、ね、野球で盛り上がった時だったと思うんですけど、そこ関係ないと思いますけどね。で、他を見ると、リップルだけね、すごい盛り上がってる感じが見えます。7%上がってるということで、65円つけてますね。リップル持ってる方ね、今週、体のが盛り上がらなくても、リップルで楽しめるかもしれないですけど。では、ツイッター見ていきます。コーヒーさんから、3月26日公開の Building with the Community on Chain Governance and CIP 1694という動画が出てましたね。こちら、チャールズさんと他の方が喋ってるやつなんですけど、の全文翻訳をお届けします。今まさにカルダの歴史の始まりという重要局面。チャールズや IOG のメンバーたちの熱い思いが凝縮された配信をぜひ、ご一読くださいと。こちらはコーヒーさんのホームページに行くんですけど、本当にね、これ、全文長いですけど、大事なのでということで、載せてくれてますのでね、ぜひご覧いただければと思います。ちょっと全部読むのは大変なので、イントロと最後のまとめのところだけね、ちょっとご紹介したいと思います。こんにちは、チャールズ・ホスキンソンです。今日はサム、ケビン、ジャレット、マシアスと一緒にいます。私たちは高く晴れたコロラド州の IOG 本社にいます。この1週間、ブロックチェーンガバナンスの本質について、コミュニティと非常に深い議論をしてきました。特に CIP1694 の役割は、カルダノのガバナンスをより反発力があり、分散的で透明性の高いものに変えるために、どのように変革しアップグレードするかということです。私たちはこの議論を3つのパケットに分けようとしました。同意の概念、制度の概念、変更しにくいルールの概念について話しました。これは ADA を保有し、使用し、エコシステムのメンバーである人々の間で、システムの変更に同意するためのコンセンサスを得るために必要なオンチェーンおよびオフチェーン、両方で実行可能な最低限のガバナンス層です。これは非常に野心的な全体のアジェンダで、最初は内部の研究プロジェクトとして始まりました。現在はコミュニティ全体の外部アクターが参加するワークショップに拡大しています。カルダノを何年も続けている多くの人々が良い代表的なサンプルであり、決してこれで終わりというわけではありません。このワークショップからさらに多くのワークショップがコミュニティのメンバーによって開催されます。そして全てのコメントやフィードバックを集約して、クロージングワークショップとテストネットを開催することを望んでいます。とはいえ、このプロセス全体のバックボーンは CIP プロセスであり、マシアスが財団で取り組んでいることの中でも特に重要なものです。その概要について少し説明してくださいというところから始まってますね。そして、先ほどのメンバーの方がね、順番にいろいろお話をされてます。で、最後のところ。こちら。チャールズさん。そう、会話もなくみんなが納得するような認識は間違っていると思います。なぜなら、私たちが共に作り上げてきた価値を定義し、維持するための変革のメカニズムについて話しているのですから。現実にはこれは非常に議論及び、極論になることだからです。300万人もいるわけなので、これは非常に大きなプロトコルです。時価総額のトップ10に入っていて、これをうまくやれば、規模やユーザー数でビットコインやイーサリアムに匹敵するようなものに成長するはずです。ですから、これは定義上、ある程度極端で論争的なものであるべきで、強い意見の相違があるはずなのです。これは実はプロセスの前提条件なのです。このワークショップの素晴らしいところは、そのような状況に対し、同時に非常に尊重し、協力し、共感する方法でそれを実現したことです。そして、 A か B かという先入観を持った人たちが、実は C という選択肢があって、それが両者にとってうまくいく、最終的に全てが良くなるという第三の選択肢を見つけることができるのです。
そして、体のロードマップを見ると、すでに意見が割れているものもありますね。例えば、体のデータの可用性をどう扱うか、体のブルータスベースの言語をどう進化させるか、会計モデル、拡張 UTXO、サイドチェーンモデルはどうあるべきか、レイヤー2がどう入ってくるべきか、などです。私たちにはいくつかのアイデアがあり、多くの理論や論文がありますが、今ではコミュニティから本当に面白いアイデアがたくさん出てくるようになりました。ですから私にとって成功の定義は最小限のガバナンスを実現するだけでなく、将来のロードマップを集約するプロセスを確立し、CIP1694 を成功させることと同じように、人々の声が尊重されるような形でプロセスを適用し、最終的に私たちが個別に考えたものよりも優れた製品を手に入れることなのです、ということで終わってます。なかなかちょっと難しいし、おそらく、仮想通貨上がれと思ってね、このカルダノに関わり始めた人が多いと思うんですけど、それで、ロードマップをね、最初から知ってた可能性はありますけど、それでもこんな参加の仕方をね、予想をしてた人って少ないと思うんですよね。だからこれから、ここまで関わっていくのかどうか、も含めて悩むと思いますね。今日本でも、ゆうたさんとかね、なんかやろうっていうふうなことを、ちょっとこの間ツイートとかで書いてありましたし、意見を言う機会はあると思いますので、ね、参加してみてはいかがでしょうか。自分はどうかな、その民主主義っていうか投票とかで、ね、リアルでもやってますけど、難しいですね、間接民主制って。で、自分は DApp を結構頻繁に、自分がね、意見を委ねる人を頻繁に選べるのが、まずはそういう機能が欲しいかなというふうに感じてます。変わりまして、ナップさん。カルダノに抗議するなら、抗議を押す。というわけで、あなたもカルダノブロックチェーンに直接知りたい情報を問い合わせてみませんか。一般の方も結構簡単に扱える優れものですよ、と。この API っていうのはね、どんなもんかなということで、このデータを、このブロックチェーンを見に行くのをどうやってやるのかっていうのが非常に簡単にできるサイトですよ、ということで教えてくれてます。で、こちらイメージなんですけど、ZIP コードですね。郵便番号を入れると、郵便番号の、その意味するものはね、どんなことかというようなことをこう問いかけた結果をこう見せると。で、このコイオスっていうのは、ブロックチェーンにね、いろんな情報をこう聞きに行くと、こう返すっていうのを、こうやってやればこういう返るよっていうセットをこうもう作ってくれてるということで、いろんな項目があるんですね。で、猫田さんの動画の中では、どういうふうにやるとこういう答えが返ってきてくれるんだよというのを説明してくれてますのでね、非常に実際にこういうのを扱うことができない、私でもですね、こういうサイトだし、こういうことをブロックチェーンに行くと、こうやって聞くと、こうやって返してもらえるんだということでね、非常に分かりやすい動画になってます。ですのでね、ちょっとぜひ、リンクを貼っておきますんで、見ていただけるといいかなと思いますね。よく、ブロックチェーンに見に行けばね、何でもわかると。ブロックチェーンに、データがすべてオープンになっているって、言うけど、やっぱり、自分でパッと見に行くわけにもいかないし、こうやってやればね、ブロックチェーンからデータ引っ張ってくることができるんだろうなっていうのが、おぼろげに、プログラムをできない人でもね、感じることができて、非常にいい動画を見せてもらってありがたいなと思いました。カニミソさんから、鎧ウォレットを使いで放置状態の方、バイロン世代のウォレットからシリー世代のウォレットに引っ越していない方は、旧世代のウォレットのサポートが終わるそうなので、早急に引っ越しをしてくださいということでね、鎧サポートというか、鎧もいろいろ改善してくれてますし、サポートもね、なかなか多分、マンパワーがなかったりということで、そんなに、レスポンスよくやってる感じもしないけど、さすがにね、終わるのはしょうがないかなと思います。で、今使ってる人は全然問題ないはずなので、この内容ですと、心配しなくていいと思いますが、本当にほったらかしている人ですよね。ちょっと気をつけないといけないので、上質さんのおっしゃるように、ウォレットの中でね、移動できると思うんで、ぜひね、ちょっとトライしてみていただければと思います。
はい、あと小ネタですけど、コインポスト、パリのバーガーキング、仮想通貨決済が可能なモバイル充電サービスを導入ということでね、まあ、日本にもバーガーキングあると思うんですけど、そこでもね、こんな感じでやってくれればいいなと思いますね。はい、続けて、アリババクラウド、渋谷にゲーム開発者向けブロックチェーンラボ新設ということで、まあ、渋谷区はね、区を挙げていろいろやってますんでね、やっぱこういうのも増えてくるんでしょうね。はい、三菱 UFJ 信託銀行ら国内発行ステーブルコインの総合運用に備えた技術連携を開始ということでね、はい、まあ、結構本気なんでしょうかね。はい、ちょっと楽しみにしたいと思いますが、はい、さらに続いて、米マイクロストラテジー約200億円分のビットコインを買いましたということでね、はい、だんだん落ち着いてくれば、こういう大口がね、また入ってくる、まあ、入ってきてはいるんでしょうけど、だん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 、こういう前から少しずつというか大量に買ってるところじゃないところもね、いずれ入ってくるときが来るので、まあ、それまでの辛抱かなと思いますね。はい、では値段に戻りまして、46.77円。はい、14,012.9かける、46.77で、元本が10万円ですので、計算しますと55万、5,383円のプラスということになりまして、はい、555.4%のプラスということです。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。